はい、どうもです。はい、今回なんですけども、日本代表対ブラジル、観戦いきたいと思います。Vlog 全然やってなかったんですけど、今回のでね、好評だったらぜひね、コメント欄に書いてもらえると、カメラマンとかスタッフのみんなに Vlog もっとやらせてくれって言えるんで、お願いします、皆さん。はい。ということで、今回なんですけど、ブラジル、もうね、僕が大好きなチームなんですけど、チケットをね、全然取れなかったんですけど、なんと、一昨日ぐらいかな。うんぱくんから電話来て、あやむくん、チケット取れたんですけど、一緒にどうですかみたいな感じで言ってくれて、しかも、一緒に行くメンツが、うんぱるんぱ、バンバザギシくん、と、アバンティーズのソラチーくん。うん。アバンティーズとソラチーくんは僕初めてなんですけど、今日、まさかのこの4人で一緒に行かせてもらえるってことになったので、ちょっと知名度的に僕、大丈夫かなと思うんですけど、ギシくんとうんぱくんはすごい仲良くさせてもらってるんで、一緒にね、ブラジル戦場楽しんでいきたいなっていうふうに、思います。多分ね、会場で、ギシ君とかね、ウンパ君とかも気づかれたら多分絶対、うわーってなると思うんですけど、そういう様子も撮れたらなっていうふうに思うんで、ぜひ、皆さん楽しみに見てってください。じゃあ今から行きたいと思います。待ってるネイマール。行きました。はい、ということで今ね、国立に着いて、ウンパ君と合流したんですけど、もうこんな感じ。ちょっとよ、もうすぐ写真頼まれて、この人。ああいう風に何をやってんだ。こうなったらやばいよね、多分ね。ちょっとよ、これ興奮だわな、さすがに。で、これからギシ君とアバンティのソラチー君、そうです、そうです、もう来るらしいから、ということで今日はちょっと、ブラジル戦、ありがとうございます、本当、呼んでもらって。もちろんですよ。しゃーなしね。しゃーなしね。いや、マジで嬉しかった、本当に。そんなことないです、そんなちょっと、あんまこういうことやってるとバレるので、できるだけまず入ることを意識して、はい、ギシ君をちょっと安定に遅刻してるんで、待ちたいと思います。はい、っす。はい、っす。終わった、これ見てください、皆さん。こうなります、こうなります。もう記者会見になってる。なんすか言うな、言うな、そんな。また集まるから。集まるから言うな、そんな。はい、ということで、ギシ君とソラチー君と、よろしくお願いします。お願いします。ソラチー君、はじめまして。はじめましてですよね。お願いします。なんか寝巻きできたんですよ、違う違う違う、寝しられたんだってこいつに。うわ、それもういやいやいや、愛国心感じない。違う違う。今日ちょっとね、ブラジルすごいちょっと楽しみに、うん、はい、これはちょっとすごいことですよ。気合い入れて、うん、ちょっとウンパ君がずっと囲まれてる。あ、ウンパ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 、ちょっとみんなでブラジル戦楽しんで。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう、行きましょう、行こうや。じゃあ行きましょう。はい、うっす。あ、タッチする必要ないって。いやー、すごい。うおー、すげえ。マジですごい。すごい、すごい。うわ、やば。こんな感じだ。ちょっとこれはやすぐ。やっぱブラジル代表はちょっと出てくるの遅いですね、はい、なんかちょっと、ちょっとね、なんかどうすか、そこら辺。多分言うなよ、全然使えないんだから。そんな。いや、すごいな、使えない、使えない。やめて、そういうチャンネルじゃないか。うん、うわ、えぐ。ちょっとグラウンドね、崩したいんですけども、えぐいです。ギシ君、ソラチ君、買い物中。ギシ君、何頼んだの？生とポテトとフレンチのみたいのと行くね、行くね、ジャンキーだ。マジで早く飲む。こちら、今日はバービーニョ。バービーニョ、コーチやばいんすよ。サムライブルー日本代表選手の相撲を解説。エルコーチ、やばい、セマトーシー、ゴンダーシュー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 、セマトーシー、ゴンダー吉田麻也、ハッピーとしよ、この、聞こえるかな、その臨場感。俺ら、いいかな、やんなくて。いや、皆さん、良かったわ。悪い組織のせいで、こういう風にみんな同じことって言われるとかじゃない。そんな、そんな言うな。みんな応援してんだろ。めっちゃ綺麗、やばっ。やばい、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 やばい。ちゃんとやってくれてる。ちゃんとやります。ちゃんとやるタイプ、集中してるタイプ。
え、やば、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。ちょっと見ます。え、こんなかっこいいの代表さんって。気合入ってない、いつもね、絶対ね。なんか俺らがちっちゃい頃見てた時より進化してる。そう、確かに。やっぱり科学が発達してる。そうみたいな。すごいな。ついにキックオフです。やばい、ついにキックオフ。やばい、ついに始まります。ブラジルのオーラはやばいね。やばいよ。ついに始まります。ではちょっと楽しんでいきたいと思います。じゃあ始まった、始まった、始まった。来た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 。いや、いいよ、行こう行こう。やっぱエグいね。エグすぎる。もう怒ってる監督が。ルルルダメですよ。さすがに。うん。アキア。すごいな。いいキック来ました。来ました。超絶近いところで。そう。ネイマールの位置。やばい。が比べたってる。ケイホ君の位置。ケイホ君の位置か。ケイホ君の位置。ゴンダ選手ね、結構当たってるから。うん。おお。危ない危ない危ない。ナイス。おお。またフリーキック、またフリーキックです。誰も知らない。カズミロ、カズミロ、カズミロ、これ迎えてやる。姿勢よ。怖っ。やめてよ。おお。ハンマー張り合う。 PK になってしまいました、ついに。うわー、これ止めたらえぐいよ。これえぐいね。これ止めたらえぐい。来た。うわー、うまい。うまい。うますぎる。そりゃそう。うますぎる。えぐい。あ、ちょっと崩しもうまかったね。うまかった。ラスト3分です。終わりました。どうぞ。終わった。ちょっとね、急ぎで出ないといけない。ナイスゲーム、ナイスゲーム、ナイスゲーム。ダッシュで行かないといけない。いや、最高でしたね。バモ、バモス、バモ、ナイスゲーム、ナイスゲーム。ちょっと急ぎなので今日はダッシュで帰って後でまとめたいと思います。ということで試合が終わって、この人たちは大忙しなので仕事に行くっぽいです。はい、ということで、すいません、お気づきの方いると思うんですけど、次の日になっております。はい、昨日ちょっとね、代表戦見に行かせてもらったんですけど、最後ね、エンディング撮る間もなくね、ギシ君もウンパ君も、ソラ君もね、忙しい人たちなので速攻バーって出て、俺も次の予定があったんで帰らせてもらって、いろいろ仕事して今日帰って、まあ寝て朝に至るっていう感じなんですけども、やばかったね、ブラジル代表。これサッカーやってる人からしたら全員好きでしょ、ブラジル代表なんて。だってもう日本代表がホームなのにネイマールのプレーに一番湧いてたから。一番印象に残った選手は、俺はラフィーニャ。もうね、キレッとタッチの柔らかさの融合というか、ブラジル代表のゴール前の崩しのアイディアというかね、アイディア全員が共有してるというか、本当にね、見てて楽しいサッカーだなって思いましたし、やっぱり日本代表があんだけファールをしてしまうっていうのは、ブラジル代表が個の能力一人一人高いから、もう全員が仕掛けていける。うん。だからやっぱりファールせざるを得ないんだなっていうのを、画面上だけじゃ分かんなかったけど、生で見て、いや、そうだよな、もうそこファールじゃなきゃ止められないよなって思ったっていう、やっぱり会場に行って実際に見るっていうのは、すごく本当に自分の中で学びになるし、いろいろ気づかせてもらえる、感じるってすごい大事だなってすごく思いましたね。うん。なんでちょっともっと J リーグだったりとか、身近でね、こんだけこうサッカー見れる環境があるので、もっともっと見てね、自分も成長できるように学びたいなというふうに思いました。そしてね、本当に素敵なメンバー、ギシ君、ソラ君、ウンパ君とね、行かせてもらってすごい楽しかったね。みんな本当に YouTuber だから、もうリアクションがね、本当にすごく楽しかったので、呼んでくれて本当にありがとうございます。はい、ということで、今日の動画はこれにて終わりたいと思います。今日も動画見ていただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。